足から汗出たもんね。髪以外の、ね、やっぱさ、年取ると汗かかないもの。いや、ごめんなさい、うさくさ紛れて、いや、毒入ってるから、うん、もうちょっと後でもうあのね、覚えてやろうと思います。いいよ、大丈夫、可愛いから。いや、年、あれだよね、年取っても汗かくよね。店に同意求めないよ。バンダナ履いてんじゃん、超楽しいね。楽しい ね、あれ今日さ、スイッチオン押せなくてね、オフになったの私。でもそっからのオンオフがちょっと楽しかった。確かに。あとあれじゃん、なんかさ、ハイテンションのさ、全力で全力でなんとかにさ、なんか結構チャラめな顔つけたやん。かわいいね。かわいいやん。お願いがあって、あのそのなんていうの、チャブラマーサンプラザに向けて、うん、はい、やっぱそういう動画がやっとできたから、あのみんなでなるべく拡散をしてほしくて、そうだ、ね、やっぱ一人でも多くの方にあの興味がない人でも、あ、こんなグループいるんだって思って、1月9日のお腹のサンプラザにつながったらいいなってすごく思うので、皆さんよかったら動画いっぱい見て、いっぱい拡散、ポチッと親指一つでできると思うので、なんだったらさ、あの YouTube のさ、このコメント欄が賛否両論でバーって荒れるぐらい、確かに、いや、待って、どん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 拡散されてほしいなって思う。全然ブーとかあってもいいもんね。全然たまにはね、本当はこっちが多い方がいいけど、うん、でもやっぱさ、見てもらいね、見てもらいたいじゃん、うん、あの見てもらいたい、好きじゃなくてもいいから、とりあえず見てほしいのよ、チャオベラのこと見てほしい、ね、なので皆さんどうか応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。
ね。ハイテンション2回目素晴らしかったと思いますよね。いかに自由にやるかって、あれはすごかったです。なんかお客さんもなんか一緒になんかめちゃめちゃ踊ってくれる、なんか何でもいいやみたいな空気がいいよね。なんかもう別に振りとかもなんかもう歌わりも何でもいいみたいな、ね。あれはああいう風にやろうって決めたわけじゃないんですか。え、多分うちらがもうテンション上がって、もともと崩そうみたいなのあったんですけど、はい、多分なんかどっか崩しきれない部分があって、それがなんかみんな、そこが超えるやつあんのか、ね、ないな、ないと思う、ないと思う。ひよこみたいな。今日いかがでした。今日は終わってすぐの感想を。いやでもめちゃくちゃ楽しかったし、楽しかった。福岡久しぶりだったけど、ね、こんな暑いんだと思って。しかもなんかやっぱ初めて見る人とかもたくさんいたし、ね、なんかもっと九州もいっぱい来たいなって本当に思った。あーなるほどね。楽しかった。九州もっと暑くしたい、ね、楽しかった、最高、ね、どうですかロビーさん。ご感想は終わってすぐですよ。はい、でも本当になんかみんなバンドメンバーとなんかすごいこうリズムが合ってる感じがして、なんか歌ってて気持ちよかったし、近かったですね。そう、まあファンの人との距離が近いのもあったけど、うん、なんかちょっとね可能性を感じました、うん、このツアーがなんか楽しくなりそうだなって。ビビるからしわしわだから、みんなあこしゅうでよかった。何度も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 